2030年7月豪雨での京浜線運転状況についてお知らせいたします。京浜線では広島から軽井沢駅間で列車の運転を行っています。下川から三好駅間、備後庄原から備後落合駅間でバスでの代行輸送を行っています。一部の区間で代行が